こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロのシームレスダウンパーカーについて解説をしてみたいなと思っています。まあ、ダウンといえばですね、真冬に欠かせないアイテムかなと思うんですが、まあ、選択肢がたくさんあるわけですね。先日僕も動画でですね、ダウンのいろんなブランドについて解説をしましたが、その中でもですね、一番身近で買いやすいダウンといったらユニクロのシームレスダウンパーカーで、まず間違いがないのかなというふうに思っています。まあ、価格帯でいうと1万円前半なので、結構ですね着てる方も多いかなと思うんですけども、このアイテムをどのようにコーディネートすれば大人の男性には似合いやすいのかというテーマでですね、今回はお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、ユニクロのダウンにもですね、様々なバリエーションがあるんですけども、その中でもですね、定番的なものといえばウルトラライトダウンなのかなというふうに思っています。これはこれですごく定番的で使いやすいかなと思うんですが、これがおしゃれかどうかという視点で見るともう一歩かなという感じがするんですね。それよりもシームレスダウンパーカーというのは結構細身にできていますし、表面の質感なんかもですね、光沢感がなくて非常に使いやすいダウンなのかなというふうに思っています。このシームレスダウンパーカーというのが出てきたのは今から何年ぐらい前ですかね、ちょっと記憶にはないんですが、そんなに昔ではなかったと思うんですね。これが出てきた時にはですね、僕は結構感動したんですね。ダウンにはですね、あらゆる高いブランドがあるわけですが、そういったものとデザインを比較しても決して引けを取らないような、すごくバランスのいいダウンだなというふうにですね、感じたわけですね。まあ、発売からですね、数年が経ちまして、年々ですね、アップデートを繰り返しているわけなんですが、僕はですね、昨年シームレスダウンパーカーを久々に購入したわけですね。大枠のデザインみたいなものは変わっていないんですが、素材の質感だったりだとか、あとはフィット感ですとか、そういった部分にちょっとしたアップデートみたいなものも感じられました。ただこのシームレスダウンパーカーのユニクロ内でのですね、レビューを見てみると結構賛否両論なんですね。2018年モデルと2019年モデルで結構ですね、大胆なアップデートがされたんですね。大きく変わっている点というのは腕周りの立体感ですとか、あとは全体的なサイズ感ですね。2018年モデルと比べると少しボリュームアップしているので、その部分に関してはですね、結構賛否が分かれているのかなというふうに思っています。まあ、中にはですね、2018年モデルの方が好きだっていう方もいらっしゃるんですが、僕自身の感覚としてはそこまでですね、野暮ったい感じはしないかなというふうに思っています。まあ、流行というのは毎年少しずつ変わっていくものなんですが、最近はですね、あまりタイトすぎるものというのは流行らなくて、少しずつビッグシルエットというところの影響を受けながら、タイトすぎるものよりもですね、適度なゆとり感というものが出てきているのかなというふうに思っています。そういった部分を加味しながら、ユニクロのシームレスダウンパーカーもですね、アップデートされているのかなというふうに思っています。いずれにしてもですね、1万円台前半でこれぐらいバランスのいいダウンというのはなかなか他ではですね、見つかりづらいかなと思うので、2020年現在においても間違いなくですね、皆さんにお勧めしやすいダウンなのかなというふうに思っています。この後ですね、実際に2019年バージョンではあるんですが、僕の私物のシームレスダウンパーカーを着ながら、どのような見え方をするのかを見ていただきながら、こういったコーディネートがおすすめですよというところまで具体案をですね、皆さんにお見せしてみたいなというふうに思っています。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。見ていただいても分かる通り、かなりですね、シンプルで癖のないデザインになっているかなというふうに思っています。ダウンにもですね、様々なバリエーションがありますが、ここまでですね、デザインがシンプルで無駄のないものというのはなかなか少ないかなというふうに思っています。表面の質感もですね、変な光沢感がないので、これがですね、使いやすいポイントなのかなと思っています。あとはですね、ダウンって特有のこうボコッボコッボコッとした感じがあるじゃないですか。僕はですね、あれがあんまり得意ではないんですけども、シームレスダウンパーカーに関しては縫い目がないので、その凹凸感というところが極力抑えられているので、すごくシャープに見えやすいんですね。そういったところがですね、従来のダウンとは違ってすごくシャープに見えるポイントなのかなというふうに感じています。で、サイズ感なんですけども、最近はビッグシルエットの影響があって、ダウンに関してもですね、少し緩めのサイズ感で着る方も出てきているんですが、僕ら大人の男性にとってはですね、ちょっとそれはハードルが高いので、ダウンに関してはジャストサイズを選んで間違いがないかなと思っています。ダウンの形状としてやっぱり着膨れして見えるので、あまりですね、スマートには見えづらいアイテムなんですね。ですので、サイズ感に関してはなるべくですね、ジャストサイズを選んでシャープに見せていただいた方がバランスが取りやすいのかなというふうに思っています。僕は通常ですね、 S サイズを選ぶことが多いですが、このユニクロのダウンに関しても同じく S サイズを選んでいます。シームレスダウンパーカーというのは結構シャープ
なデザインになっているので、そこまで着膨れしないかなと思うんですが、まあ、先ほどにもちょっと触れましたが、以前のシームレスダウンパーカーに比べると肩回りであったりですとか、あとは身幅に関しても少しゆとりが出ているのかなと思うんですが、それでもシームレスダウンパーカーが本来持っているスッキリとしたシャープなラインというのはそこまで大きくはですね損なわれていないのかなというふうに思っています。すごく特徴的なダウンというわけではないんですが、バランスの取れたですね使い勝手のいいダウンなのかなというふうに思っています。で、色に関してなんですけども、結構カラーバリエーションがたくさんあるんですが、その中でどれをおすすめするのかというと、僕の中ではですね断然ブラックかなというふうに思っています。この色で遊んでしまうとダウンってなかなか素敵に見えづらいんですね。まあ、ダウンというだけで結構カジュアルに見えるので、色に関してはなるべくベーシックなものを、使いやすいものを選んでいただいて、もしですね着こなしが退屈に感じられる場合はコーディネートで少し違いを出していくのがいいのかなと思っています。例えば僕は今ですね内側に白のニットを着ていますが、このニットの色を変えてあげるだけでもだいぶ印象が変わるかなと思うんですね。今の僕のように白を着ればパキッとですね明るい雰囲気にもなりますし、ブラウンですとかベージュのニットを着れば結構ですね今っぽいトレンド感みたいなところも付け加えることができるのかなというふうに思っています。ですのでダウンの色で遊ぶというよりはコーディネートで工夫を出した方がかえって使い勝手がいいのかなというふうに思っています。で、今回の僕のコーディネートなんですが、ダウンの下には白の丸首のニットを合わせています。これはですね着こなし全体が暗くなりすぎないように差し色的に使っています。そしてボトムスに関してはブラックの細身のジーンズを合わせています。上のダウンがですね結構ボリューミーなのでボトムスで引き締めるというのが結構バランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんにも試していただきたいなと思っています。まあ、ボトムスに関してはブルージーンズも合わなくはないんですけども、ダウンもカジュアルでボトムスもカジュアルだとどうしてもですね全身カジュアルになりがちなので、僕の場合はブラックジーンズですとか、もしくはブラックやネイビーのスラックスを合わせることが多いですね。なるべくボトムスはきれいめに見せてあげた方がバランスがいいのかなというふうに思っています。で、靴に関しては僕はですね今回エアマックス97を合わせています。結構全身がシンプルなので靴でインパクトを出してあげるというのもバランスがいいかなと思うので、そのあたりもですね様々な靴を合わせていただければなというふうに思っています。まあ、コーディネートに関してはそんなに複雑に考えることはなくて、基本的にはニット×ダウンで間違いがないかなと思っています。そこにバリエーションを出したいなという場合はニットの色を変えてあげるだけで十分かなと思っていまして、白みたいな明るめのものを持っておくといいかなと思いますし、あとはグレー系なんかでモノトーンでまとめるのもいいかなと思っています。ちょっと明るさを出したいのであればベージュだとか、あとは今っぽいブラウンを加えてあげるだとか、そういった形でニットの色で少しバリエーションというところを広げるとすごく分かりやすくて簡単にコーディネートがしやすいかなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロのシームレスダウンパーカーについて解説をさせていただきました。まあ、1万円台前半でこれぐらいのクオリティのダウンが手に入るというのはめちゃくちゃありがたいかなというふうに思っています。これぐらいの価格帯であれば結構ですね汚れとかも気にせずにガンガンに着回せるかなと思っています。僕もですね公園で子供と遊ぶときにはですねユニクロのシームレスダウンを着ることが多いんですが、かなりあったかいですし非常にストレッチも効いていて軽量なのでめちゃくちゃ着やすいアイテムかなというふうに思っています。ただダウンというアイテムは結構カジュアルに見えがちなので、どのように使いこなすかというところもですね結構重要かなと思っています。今の僕のようにですねブラックジーンズを合わせてちょっとシャープにしてみるだとか、内側にですね丸首のニットを使って少し小綺麗に見せるというのが非常にバランスのいい鉄板のスタイルかなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなというふうに思っています。まあ、こちらの動画の中ではですねベーシックなアイテムを解説することが多いので、ユニクロのシームレスダウンパーカーを紹介させていただいたんですが、僕はもう一つ展開しているメンバーシップの中ではもう少し価格帯を上げたダウンを使いながら様々なコーディネートを解説していますので、よかったらそちらの方もぜひ見ていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの M 旬でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。